どうも、おとろべぎです。今日はですね、東京都羽村市の小崎駅近くにあるカフェバーリトルクロップにお邪魔させていただいてます。このお店はですね、ワインを主に推してるんですよ。ですごくね、雰囲気もいいお店で、僕もよく利用させていただいてます。飲み比べセット、ワインの飲み比べセットっていうのがありまして、それ今日早速ね、このワイン3つ飲み比べセットを今日飲みましたのでね、紹介させていただきたいと思います。まずはこれ、赤ワイン、ブイシュエール。これちょっとフランスのワインです。金木犀の香りがするらしいんですけど、どうですか、ちょっと飲んでみたいな。あ、でも美味しい。金木犀の香りかどうかはよくわからないんですけど、でもすごくね、美味しい。高級な香りがしますね、すごく。こっちも赤なんですけど、アーニジルナ、これまたフランス。一応ね、飲んでるとだんだん味が出てくるタイプなんですよ。これも美味しい。迷うな、2つともこれ美味しいんでね。ただ最後あえてここは白に走ってみたいと思います。最後はね、これアンソニーパレットっていうね、白ワイン、イタリアのロッカーになります。これは一応ね、酸化防止剤ゼロということでフレッシュな味がするんですよ。白ワインって結局渋い感じがするんですけどね、でもこれは全然そんなことなくて、すごく飲みやすいです。いつもこの飲み比べセットを頼むと味が分かんなくなってくるんですよね。だんだんアルコールが入ってきてる分、だんだんこう感覚も鈍感になってきてるので、一気にちょっともう一回この3つを飲んで感想を述べたいと思います。いい勝負だな、いい勝負なんだけども、 C っていうのは個人的にはロッシェ・ブイシェルになるのかなっていう形です。でもほぼ差はないです。見た目的にはあんまり白飲まないので、これが結構苦いかなとは思ってたんですけども、意外とだからこれは本当白の中でも優秀です。本当にいいですね。ここのお店はまた料理もすごく美味しいんですよ。料理もすごく美味しくて、今日はちょっとピザを、パイ生地のなんかピザを食べましたね、はい、ちょっとこういう玄関こういう形で食べてみたいな。いただきます。イタリア料理にやっぱりこういうワインも合いますしね、これピザかなと思います。これ以外にもね、いろいろね、普通のタイ料理、ガパオご飯とかも美味しいんですよ、この店は。ここのマスターの方がもともとラーメン屋を経営されてたらしくて、すごい麺類がとにかく美味しいんですよ。裏メニューでラーメンもありますし、やっぱり僕も個人的にすごく好きなのがパスタなんですね、スパゲティ、これがね、すごく美味しい。今僕こう2階にいるんですけども、普段僕あんまり 2階には来ないんですけどね、でも2階もすごく落ち着いてていいなと思います。素敵なお店です。